どうもクロスロード探検隊の鉄美です。さあ今日もやってきましたね。まるでグアムにいるような天気ですね。さあ今回もまた行きましょうか。今回ご紹介するのはこの方です。どうぞクロスロード探検隊、クロスロード探検隊のヤンビーです。よろしくお願いします。はい、こっからですよ皆さん。一瞬 YouTube ジャックされましたけどどんだけ出るんですか。どんだけ、ちょいちょいいるんでしょうね。ちょいちょいいますけど、もうちょっとやりたくてしょうがなくて。ただの宴会部長じゃないですかこれも。番系の滝でーす、はい、タッキーでーす。今日はもう滝さんの車ですか、紹介した。そうなんですよね。あ、そうなんですか、うん、私も車がたくさんあってね、はい、ちょっとご紹介する方、車がたくさんあって、はい、って言いたいところなんですけど、はい、今回はまた知り合いのね、あ、滝さんのお知り合いの方の車ということで、そうだね、うん、で、自分はなぜいるかというと、はい、出たがり出たがりです。ただ単純に。そうですね。もうじゃあもう早速その車を一緒に紹介しましょうよ。そうですね。はい。言いたいんですけど、はい、私はただこれがしたくて来ただけで、あ、お仕事ですね。お仕事に行きます。オープニングのみ。のみ。オンリー。はい、メイン。メインじゃないですよ。もう長い。今日もこっちが長い。もうじゃあもうせめてじゃあ振りだけでも一緒にやりましょう。あ、オッケーです。はい。はい、もうじゃあ早速。やった。今日紹介する車は。こちらでーす。今日紹介する車は日産の130型のセドリックでございます。そしてこのセドリックのオーナーさんのこちら京平さんです。よろしくお願いします。はい、京平です。よろしくお願いします。今日は一緒にねこの車を紹介していくんですけども、先ほどはちょっと可愛いニットのねトムとジェリーが似合うな、可愛いな、これオーバーサイズで。先ほどはちょっと不審者が出たんで、はい、今ここでの紹介になりましたけども、はい、早速このセドリックめちゃくちゃ渋いっすね。ありがとうございます。かっこいい。これカラーはちなみに何、これ元々の純、そうですね、この純正のカラーです。あ、純正のカラーそのままでそのままですやってるんですか。塗り直しとかはしてないです。せずにこの色を維持してるんですね、はい、だってこれも言っても50年前とか。そうですね、50数年前だと思います。の車ですもんね、はい、ちょっとまあ補修とかしてる部分はあってもこの色を維持してるっていう、うん、めちゃくちゃ渋い色。このフロントグリルとかもあって、これセドリックのエンブレムですか。はい、そうです。かっこいい。これなんか今もこの形では、今もこの形ではあるんですけど、はい、ちょっとこういう風なあれではないです、はい、なんかちょっと交わったような感じではない、はい、この今ここ離れてるじゃないですか、はい、これが昔のやつで今のはちょっと違うです。ここ、そう、これがもう今にはない、もう当時のままのままのですエンブレムということで、はい、グリルもこれもあってかっこよくて、こう丸めの4灯で、はい、スチールのバンパー、はい、もう旧車あるあるのもフェンダーミラーもついてて、結構アメ車っぽい感じですかね。そうっすね。どっちかっこの形が2代目のセドリックになるんですけど、はい、この形がちょっとアメ車かなの時の雰囲気のデザインさんで、その後からはちょっと日本車寄りのセダンのラグジーありな感じ、ありな感じで、はい、なったんですけど、ここだけがちょっと唯一アメ車みたいな、車っぽい感じのデザインになってるわけですね、はい、じゃあちょっとそっち路線が好きな人には結構この2代目の、まあ、そうですね、おすすめセトリックが、はい、おすすめということで、はい、はい、じゃあちょっと横も見ていきましょうかね。で、これセドリックのエンブレムもこういうね、旧車のふんだんにエンブレムに使ってるところいいですよね。いいですね。このシールとかなんかプラスチックとかじゃなくて、しっかりメッキが、昔のやつは鉄なんですか。あ、鉄、あ、鉄だ、はい、鉄か、すごい。で、これカスタム6って書いてあるんですけど、これは何ですか。これはこの130セドリックの、はい、あのグレードで、はい、スタンダード、パーソナル、カスタムってあって、そのうちの中のグレードのカスタム6っていう、カスタム6、はい、グレードになってます。ちょっと標準のものよりも高めの、ちょっとだけかもしれないですね。
この6っていうのはどういう意味なんですか？6は多分6人乗りっていう意味だと思います。フロントベンチで後ろは乗用車、はい、の普通のシートなので、はい、前3人後ろ3人なんですよ。あ、6人乗れるんですよ、これ。そうです、乗用車で。前3人、後ろ3人。あ、それで6だと思います。と思います。先生、これはもう詳しくは、また、こちらピンポーンって出ると思うんで、よろしくお願いします。はい、ということで、これちょっと開けてみてもいいですか？あ、これ。はいはい。これも、こっち押したら、はい、こうやって、こう下げて、こうでございますね。はい。結構広く開きますね。そうですね。あります。風もかなり入れるんじゃないですか、これだったら。あ、もう夏とかだったら最高です。バンバン入ってくるの。バンバン入ってくるんだ。はい、素敵だ、これ三角窓だ。これ中もちょっとそのまま見ちゃいましょうかね。これ、赤のシートかっこいいですね。そうですね。レザーと、これ、こっちの素材が、またちょっと違うんですけど。違いますね。はい。ふかふかですよ、とっても。触った感じ。純正のままですか？多分だと思います。あ、そうなんだ、すごいな。ちょっと、座ってみてもいいですか？はい、どうぞどうぞ。今。おぉ、すごい。あ、すごい。クッション性すごい高いですよ。背中、気持ちいいぐらい。僕、なんだったら今乗ってる車より座り心地いいぐらいの感じですね。座り心地に関してはもう、当時のものの中でも多分自分は一番かなと思ってます。結構これです。ソファーを、はい、高級ソファーをくっつけたかのような。感じの。なるほど。一応確かにその例えまんま当てはまるぐらいの座り心地ですよ。もう家でくつろいでる時の感じですもん。で、このインパネ周りとかもね、当時ってこれシンプルでいいですよね。セドリックのインパネって。これちょっとウッド調の感じが僕好きなんですよね。この昔のインパネの時計のね、わかりやすいやつですよ。ちょっと僕そのままスライドして。そっか、こっち3人座れるんですね。はい。すごい、運転席側にこれ当時3人座れるって、はい、いいですよね。ですね。で、行きましょうか。カメラマンも座りましょうか。カメラマンも、あ、そのままじゃあせっかくなんで。いいですか？はい。入る。こんな感じです。ちょっと、ちょっと、ちょっと狭いですけど。まあ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 、でもでもまあ、乗れます。はい。僕もちょっとちっちゃいからまだいけると思うんですけど、まあ同じ感じだったら狭かったと思いますね。はい、確かにこれは。で、これオートマですか？いや、これは、まあ、あのコラムのマニュアルになってます。あ、マニュアルになってるんですね、はい、で、こちらもステアリングもこれ当時のままですかね？あ、そうです、そうです、純正です。メーター見てくださいよ、めっちゃ見やすい。今のメーターも別にこれでもいいけどね、僕はこれぐらい分かりやすい方が。横に、あ、そうです、そうです、数値が、あの温度計みたいなやつですね、はい、昔の、あの、あのオレンジの棒が出てくる感じのやつ。はい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 、はい、これがサイドブレーキです。サイドブレーキで引いてやるっていう形で、はいはい、これはチョークですね。あー、チョーク、これでちょっとエンジンを鳴らしてっていうことですね、はいはい、で、このレバーとかってパネルの、これは風の切り替えですね。風の切り替え、外内の切り替えです。あ、これで外の風と中の風を変えるみたいな、はい、はいはい、あの AC の、あ、そうです、そうです、あのボタンがこの当時のレバーになってたんですね。そうですね。なるほど。で、はい、これがウインカーなんですよ、この棒が、はい、で、これは、はい、ハイライトになってて、はい、で、ライトつけたらこれを下に下げるとハイライトで、はい、上に上げると全部消えるみたいな。そうです。だから結構ちょっと複雑なんですけど。で、あっちのメッキのやつは、はい、これがワイパーです。あ、これがワイパーなんですか？そうですか。これがワイパーです。これを下げると、はい、ワイパーが動いて、はい、上のボタンは、はい、あの、ウォッシャー、水が出るところですね。これ押したら水が。そうです、そうです。ピューって出てきて、はい、これが下げると動くみたいな。へぇー。あ、この当時こんな感じで調節できたんですね。はい。みたいですね。なんかめっちゃアメ車みたいな。あ、これこういう感じがもうそのままアメ車なんですね。みたいな感じですね。多分デザインが。なんか意外となんか昔のものの方が精密だったり。かもしれないですね。ことありますもんね。はい。この辺って。で、これ、ラジオですかね？あ、これラジオです。これ今も聞けるんですか？いや、
残念ながらこれは今もう飾りとして置いてて、これはもう今ちょっと別のオーディオの方に配線繋いじゃって、そこで曲流してるんですけど。まあ、でもちょっともうこれインテリアとして。そうです、そうです、そうです。かっこいいですもんね。はい、そのまま残ってる。こことかはまだ、動いたりとかは。動いてるとかはするんで、全然インテリアで外さず置いてます。いや、でもこれはなんかそのままの方が、かっこいいですもん。はいで、こっちも開くんですかね。はい、これはですね。はい。ちょっとすいません、汚いですけど。灰皿です。おーい。すいません。出た灰皿です。灰皿。この当時の人は何が何でもタバコ吸いたい。で、灰皿と。ちゃんとここもまだ機能してるんで。はい。おー。やります。シガー。シガーソケットも、これ、中に収納されてるのいいですね。あ、そうですね。結構外に剥き出しで置いてあることの方が多い気がする。あ、そうですね。インパネのここほぼ、タバコで、なんか、使ってるあたり、なんか、いいですね。当時の車って感じですね。ちょっと後ろもね、はい、見てみましょう、はい。またこのシートもね、同じような感じで、ふかふかですよ。当時のまま、全然破れてもないですしね。そうですね。かなりいい状態で、残ってますね、はい、これ。ちょっと、これ、何ですか、このメッキのやつ。これ新しくなんかカスタムで付けたものですか？いや、これはつけてないんですけど、はい、メッキのカバーを付けただけで、もともとはその中に、はい、このクーラーがあって、この車、実は。え？はい、付いてます。クーラー付いてるんですか？付いてます。で、その外からの風を、はい、とか走ってる時の風を、このメッキのところから吸い込んで、はい、トランクに室外機みたいなのがあって、はい、それで冷やして、その横の通気口から前に吹き出すみたいな。すごっ！なんかもう、まんま室外機みたいな。もろもろ室外機みたいな。そんな感じでやってるんですね。はい。というか、当時の車で、このエアコンとかもうついてたんですね。これはついてたみたいです。この年代のセドリックは。じゃあもうこれ、相当高級車じゃないですか。そうですね。一応なんかこの当時のカタログも、はい。見たんですけど、高級車の中の高級車みたいな。って書かれてはいました。今も結構効くんですか？今もうつい最近までは全然使ってました、はい。今ちょっとガスが抜けてしまって、補充しないといけないですけど、でも全然使えます。補充したらまた使えます。はい、また使えます。冷えます？バンバン冷えます。バンバン冷えます。寒いです。結構。寒いぐらい。寒いです。寒いです。それもじゃあもう夏場とかもでも全然。あ、全然大丈夫です。夏は走れます。汗かかずに十分楽しめるわけですね。行けます、行けます。めちゃくちゃいいじゃないですか。すごい、中もすごく面白いですよ。いろいろ。当時にしてはかなり高級なセットがついてて。なんかさっき室外機って言ってましたもんね。あ、はい、はい。それもじゃあ、ちょっと一回出て。はい。見ましょう。そうだ。ホイール、そうだ。全体的にこれ車高も下がってますもんね。そうですね。下がってます。どれぐらい下げてますか？2、30センチ以上下がってないですかね。あ、結構。純正からと思います。だいぶ下げてますね。はい、実際もうホイールも後輪が完全に隠れてますもんね、後ろ。スカートといいますか、はい。フェンダーで。それこれホイールは何インチぐらいですか？これはホイールはセドリックの純正で、はい、13インチ、13インチ、はい、のちっちゃいやつなんですけど、そうですね、結構乗用車にしてはちっちゃいですね、ちっちゃい、はい、だいぶサイズ感で、そうだ、本当だ、ちゃんとセドリックの、はい、純正のセドリックセンターキャップです。タイヤもこれはタイヤだけはホワイトリボンのタイヤです。ホワイトリボン、はい、白いラインが特徴の。13インチのホイールで。いや、でも、このホイールがかっこいいですね。はあ、そうですね。やっぱり、なんか、アメ車って感じの。そうですね。ティッシュデザインというか。で、これ、リア、回ってきましたけども。もうちょっと今、目立ったのが、バフラー。はい。片側から出てる2気筒の。これは、純正ですか？いや、これは、違います。はい、ちょっと、カスタムしました。僕が、はい、カスタムしました。バフラー。これはどこのメーカーのマフラーを使ってるんですか？マフラーはですね、自分で、はい、低予算なもんで、これは自分で溶接して作りました。え、じゃあもう完全オリジナルなそうですね、一応。これはもうちょっとこの後のエンジンかけた時に、それは実際に聞いてみて、はい、お楽しみということで、お願いします。で、これまたセドリックの当時の特徴として、はい、給油口の場所が、はい、普通の今の車とは違うという、はい、ことなんですよ、はい。どこにあるんですか、給油口って。給油口はですね、はい、実はこのナンバーの後ろにあります。あら、そうです。ちょっと見えてたけど、ちょっと隙間が空いてちゃったんですけど。ここなんだ、はい。でも、真ん中にあるってなったら、なんかガソリンスタンドとかでもどこに、どこの向きに止めても、
ある程度前に寄せれば入れられるからいいですよね。あ、そうですね。こっちから。そこに関しては迷わないんですけど、はい、ただ難点なのは、はい、人の車より少し前に1メートル50ぐらいは前に先に出さないと入れられないっていう。はい、じゃあこのガソリンスタンドの場所によってもちょっと気使う、はい、場所にあったりもするんですね。はい、この鍵で。そうそう、鍵で開けるタイプ。開けるタイプの感じで。これまたもう今では確かにないデザインです。あ、これも本当にこれだけなんですね。あ、そうです、そうです。スプリングでそのまま戻っちゃうから。はい、はい、そうです、そうです。そういうことになってますね。あ、そうだよ。それもそうだけど。何が見たくて後ろに来たかって室外機ですよこの中にあるんですね。はい、そうです。ちょっと開けて、よろしいですか。開けて、はい、はい、見せてもらっていいですか。ちょっといいですか。いいですか。じゃあ開けます。はい、ちょっとすいません、汚いんですけど、はい、まあ、ちょっとこの辺は見ずに、ね、すいません、この辺は見ずに。これですね。これ、はい、これが室外機になってるんですか。あ、そうです、そうです。これが室外機の役割としてなってて、はい、さっき言ったこのメッキの、はい、ところから風を吸い込んで、この中で冷やして、はい、こういう感じなんですけど、ここの中で冷やして、はい、それをあの空にあった通気口から冷たい冷気を吹き出すっていう。はい、なるほど、はい、これまんま今のまたなんかあれとも違いますもんね。エアコンのドアだいぶ違うっすね。当時としてはもうこれが最先端のエアコン、こんな冷たい風が車の中からみたいな、そうですね、ことになるんですもんね。すごいなぁ。でもそんなになんか大々的な感じでもなく、結構こじんまりとしてキュッと閉まってて、なんか邪魔してないですね。はい、これも結構広々とスペースも確保されてるんでね、トランクの中も。はい、いや、これめちゃくちゃすごいな。あ、予備タイヤもね、ここに、はい、ちゃんとスペアが隠れて、しかも、はい、収納できるようになってるということで、ありがとうございます。はい、ちょっと中もしてもらって、ちょっとこれは閉めましょう。はい、ではじゃあまた前に戻りましょう。もう紹介する感じはもう以上ですかね。外側、うん、エンジンルームを見てないよ。そうでしたねエンジンルーム、やっぱりこういう旧車とかになってくるとエンジンルームの中見たいよというファンの方は多いので、ちょっとこちらも覗かせてもらっていいですか。あ、はい、お願いします。ついついなんか抜けちゃうんですよね。一個紹介するとすぐなんかロケット鉛筆式になってるんですかね、僕の頭の中。言い訳、ごめんなさいすいませんはい、ということでちょっとエンジンルームも見せてもらっていいですか。ちょっと汚れてるんですか。いや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 、あー、こういう感じになってるんですね。はい、こっちがキャブレター、ね、そうですかね。なってて水色で、これはちょっと塗り直してるんですか。そうですね、ここはちょっと塗ってます。はい、なってて、これエンジンの形は、エンジンの形式は L6 です。 L 型です。 6L6 6気筒。はい、そうです。あ、もしかしてあれですかね、カスタム6で 6? あー、なんですかね、6人乗りと6気筒どっちにもかかってるとかですかね、もしかして。それ、まあ、まあまあ。そういうことでしょう。そういうことにしましょう。きっとそうだ発見だということで、またこの辺も、アワシャータンクもあったりとかして。でも結構綺麗ですよ。そうですか、こういう。綺麗っていうか、もうその、エンジンはそこまでカスタムとかしてないんですもん、ね。あ、してないです。はい。それでいて、これもまた維持されてるわけですから、こういうとこ珍しいよみたいなところとかあったりしますかね。多分、はい、一応板金じゃないですか。結構板金が、はい、この形が残ってるのが一応珍しいんじゃないですかね。中があんまり板金してないっていう。ああ、そのままで残ってるっていうのが。そうそう、そうです。これ当時のまま、これはこれでまた貴重ですからね。そうですね、残していただいて、はい、はい、なんとか、すいません、存続のために、いやいやいや、セドリック存続のためによろしくお願いします。頑張ります。お願いします。ということで、まあ、外観だったり、まあ、エンジンルーム、トランク、室内も説明しましたけども、はい、これちょっと乗り心地がどうなのかというところを、はい、一緒に乗せてもらえないでしょうか。あ、大丈夫です。いや、いいですか、ありがとうございます。はい、では早速ちょっと恭平さんと一緒に試乗していきたいと思います。はい、お願いしますいつもやってるこういうやつがあるんですよ、はい、ちょっとお付き合い一緒でしょうか。はい、ありがとうございます。早速、恭平さんのこの
日産セドリック130型に乗車していきたいと思います。せーの、よいしょー。ということで、よかった。オープニングのあの滝さんだったら絶対僕変なとこに移動してたんで、恭平さんだから今日は助手席にストレートに行きました。じゃあ早速シートベルトもね、はい、締めていきましょうかね。これ二点式なんですね。そうです、今当時でこれこのタイプ、ちょっとボタンもおしゃれ。なんかそうです、日産のマークですね。ですね、この見覚えある形でこれをガチャリとつけるということですね。はい、はい、じゃあシートベルトもしましたし出発したいと思います。それでは恭平さんよろしくお願いします。はい、お願いします。行ってきます。行きます。はい、お願いします。あ、確かにうるさくないですね。はい、そんなにうるさくはない。うるさくもなく、本当に高くもなく低くもなく、本当にちょうどいいラインの。そうです。音が、これはいいですね。確かに。セドリックの高級感に関しては、はい、確かになんかあんまり爆音でなんか走るような感じのイメージでもないですし。そうですね。それをちょっと。そがないような、高級感をそがないような音っていうので、はい、実際今のこのセドリック自体は買ってどれぐらいなんですか？買って、はい、実は今年で3年目です。お、3年目、はい、結構長いですね、だとしたら。そうですね、はい、これ3年前どういう出会いがあったんですか、このセドリックと。いや、たまたま、はい、あのネットを見てて、はい、で、車が好きなんでもちろん車のネットを見てたら、はい、このセドリックが出てきて、お、それでもう一目惚れしてしまって、それでもう1週間は一応考えて本当に欲しいのかどうかと。そうです、そうです。でもやっぱり諦めきれなかったんで、はい、購入しました。そう、でも1週間悩むってことはもう本当に多分欲しいですよね。そうですねちなみにこれ県内で出されてたんですか？県外です。あ、県外。はい、じゃあもう輸入というか外から。そうですね、船に乗って乗ってきました。やってきたんですね。はい、普段はお仕事はその車の。あ、そうです。板金ですか？はい。あ、おー。そうそうそう。もともと車好きっていうのは、まあなんか、結構好きな人だったらレースに出たりとか、はい、まあ、シンプルに旧車集めたりとか、そういうのが多いんですけど、はいはいはい、恭平さんはどっちタイプだったんですか？いや、僕は、もう純粋に車が好きっていう。はい、あ、なるほど。そうです。だからこの日本車問わず、はい、あの車会社だろうが、はい、国産だろうが、はい、この自分があこれいいなと思ったらそれがいいっていう感じです。はい、なるほど。だどっちかといえばそういうレース仕様にカスタムしてとかそういうことじゃなくて、なるべくその純正に近い。あ、そうです、そうです、そうです。当時のままの車に乗るのがやっぱり楽しい。はい、そういうことなんですね。はい、ちなみに歴代の車って何があったりするんですか？わー、一番最初に、はい、CT のワゴン R のワイドですね、乗ってて。ワゴン R、はい、初代ワゴン R 乗って、その次に最初の昔の当時のあのステップワゴン、一番最初に。おー、はいはいはい、乗って、でそれの次に多分普通の軽自動車かな、はい、とか乗って、で、でそれから、はい、ローライダー、アコードなんですけど、US アコード乗ってて、はい、で、それの後に、はい、アコードワゴン、はい、になってからの、はい、あとは、次に日産のパオになりました。なるほど。あ、じゃあ一回ちょっとローライダーというか、さ、まあ、この車もそうですけど、車高の低い。はい、そうです。車乗ってるんですね、そっちで。はい、こういう車をイベントで出したりとかもしてるんですか？あ、出します、出します。あ、声がかかったら出します。じゃあもしかしたら沖縄県内のそういうカーショーとかに行けば、はい、恭平さんのこのセドリックが見れるかもしれない。あ、見れます、見れます。じゃあちょっともう皆さんイベントの方も要チェックで。はい、お願いします。お願いします。やっぱこのセドリック乗ってての魅力っていうどういうところがあるんですか？あー、なんか乗ってたら、はいはい、50年前なんて僕はもちろん知らないんですけど、はい、でもなんかその当時ってこういう感じなのかなって思いながら運転してます、僕は。
当時の情景をイメージしつつ、はい、当時の人たちもこういう風に乗ってたんだろうなって、はい、なんかエモいですねエモいですねすごい素敵な、そういうなんか懐かしい気持ちにが蘇る車っていうことですかね、なんか、はい、いやー、なんかすごいエモい気持ちになりました、ね、ありがとうございます。先ほどちょっとね、はい、陽平さんの話も聞いた上でなんか乗ってたら、なんかすごく乗り心地もすごい良かったですよ。本当にソファーに乗ってる、座ってそのまま車で移動してるっていう感じだったので、はい、そうです、ね、さっきの例えば本当にまんまということで、さっきのねマフラーも音も室内から聞こうとすごい良かったです。はい、ということで本日のクロスロード探検隊はこちらの130型のセドリックを紹介させていただきました。京平さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではまた次回クロスロード探検隊で皆さんお会いしましょう。さようなら。本日協力いただいた京平さんと、その京平さんが働いている会社の皆さんにお越しいただきました。お願いします。ではちょっとこちらの会社の皆さんに PR があるということなので、よかったらちょっと会社のこと教えてもらっていいですか。沖縄市上り川で板金塗装やってます。板金のことなら何でもお任せください。はい、会社名はストリートスタイルショップです。ストリートスタイルショップの皆さん、本日は、はい、ありがとうございます。皆さんぜひ板金のことならこちらのお店にご来店ください。よろしくお願いします。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 